皆さんこんにちは、梶浦由紀です。今日はですね、私のソロプロジェクトフィクションジャンクション優香の初のアルバムデスティネーションが発売になったということで、その記念のウェブ特番をこれからお送りしていこうと思います。私の隣にいるのがフィクションジャンクション優香のボーカル優香です。はい、優香です。こんにちは。そして本日は、もう一人メンバーを、招いております。フィクションジャンクション優香はもともとなんとなく2人ともテンションが低いらしい、特にトークのテンションは低いらしい、まあ、要は2人ともボケ役と呼ばれているということで、会話が盛り上がらないのもなんですから、せっかくのこういった機会ですし、司会の方をお招きいたしました。フィクションジャンクション優香の音楽プロデュースをしてくださっている野崎さんです。野崎です。よろしくお願いいたします。お願いします。さて、テンション低低の2人を迎えて、はい、上げ上げでいきたいと思いますが、はいはい、さて、アルバム一応完成しました。一応というか立派に完成。一応、そういうツッコミ OK だ。カンペ出される前に言っとかないとね。はい、はい、そんな感じで、今日は進めていきたいと思うんですけれど、まずね、フィクションジャンクションとは何かっていうのをよく多分いろんな方からも聞かれるんですけれど、はい、梶浦さん的に、まあね、単語がお好きだと思いますけれど、はい、フィクションジャンクションの名付け親として、はい、その説明を軽くしていただきたいんですけど、ものすごく簡単に言ってしまえば、梶浦ゆきイコールフィクションジャンクションなんですよ。で、私のソロユニットで、ただやっぱ他の方と何かこう組んでね、がっぷり組んでやるときに使ってる名義だと思っていただければ、うん、で基本的に私の好きなことをやるんですが、うん、私はもともと作曲家なので、うん、歌を歌ったりとか楽器の演奏っていうのは他の方にやっぱり任せたいと、うん、でそういう時に私のすごく好きなプレイヤーさんとか歌い手さんを呼んで一緒にやる時にフィクションジャンクションで、そのがっぷり組んだ誰かの名前をこう一緒につけてフィクションジャンクションなんとかっていう形で活動してますね、うん、はい、例えばほら梶浦さんはさ、うん、他の例えば、曲に、うん、を提供したりとか、うん、そういう活動もしてるじゃないですか、はい、その辺のなんか意味の違いというか、うん、差は何かあるの？例えば何々さんの曲を作ってほしいって頼まれた時、それは私の曲じゃないと思ってるんですよ。で、何々さんのための曲を作ってくださいって言われた時は、やっぱり何々さんのことをすごく考えて、この人が歌ったらどういう曲が合うだろうっていうところからスタートするじゃないですか、うん、で、フィクションジャンクスの場合は梶浦が好きな曲を作らせてくれと、でその曲に合う、あ、この人にこの曲を歌ってほしいと思うボーカリストさんとか、うん、あとプレイヤーさんをお招きしてるっていう形ですね。さて、まだ一言も喋ってないナンリーさん、あ、ゆうかさん、はい、なんだろう、このアルバムで、はい、というかシングルもあって、はい、フィクションジャンクションゆうかでボーカリストとして呼ばれたじゃないですか、はいはい、最初に梶浦さんと会ったのはでもこのアルバムではないんですよね。最初に会った、うん、最初出会いですか、うん、出会いはもう何年も前でしょ、5、6年前ですね。5、6年前に出会って、まあその時はこう大先生みたいな、梶浦先生みたいな感じで、うん、ミュージカルのお仕事したんですよね、はい、一緒にね、はい、だからよく先生っていうのはあれか、じゃあ生徒と本当に教え子というか、うん、教えてはないんですけど、ミュージカルの舞台って作曲家みんな先生って呼ばなきゃいけないみたいなのがあって、うん、あ、なんかなんとなくそんな雰囲気で、うん、みんな先生先生って言ってて、でこのなんだろう、アルバムの前にシングルでスタートしたじゃないですか、そうですね、で一番最初が暁の車、はい、暁の車で、そのじゃあそのなぜナンリさんのボーカリストとフィクションジャンクションのね、うん、アルバムのボーカリストとして迎えようとしたかっていうの、その辺はどうですか？あれはね、本当にまず曲を作ったんですよ。で暁の車っていう曲がもう歌詞も曲も全て出来上がって、じゃあ誰に歌ってもらおうかっていう時に、あの曲は悲劇を歌ってくれる声じゃないと曲の良さは死ぬなと思ったんですね、うん、じゃあその悲劇を歌ってくれる声の質を持った歌い手さんって考えた時に、優香ちゃんの声を思い出したんですよ、うん、あの子の声なら、彼女の声ならこの曲をきちんと悲劇として歌ってくれるんじゃないかなと思って、うん、それで声をかけさせていただいたと。かけられたと思ういや、もともとその、うん、ミュージカルで、うん、梶浦さんのお歌を歌わせていただいた時にすごい好きだったんですけど、うん、なかなかこう近寄りがたいような存在で、近寄りがたい、はい、なんていうんですかね、やっぱりこう、うん、こう遠くでこう光り輝いているような存在だったので、なんかあんまりお話ししたりとかもすることなく、うん、なので急にその暁の車のお話が来た時は本当にびっくりして、でも本当にこう
梶浦さんの音楽が好きだったので、なんかもうひたすら嬉しいのと頑張ろうっていうのと、うんうん、でも本当にいい声だったもんね最初ね。いい声でしたね。あれは暁の車のデモテープというか作ってる時に仮でね、うん、歌を一回入れていただいて聞いたけど、やっぱりボーカルの声のなんかブレス感っていうのかな、うん、なんか間がすっごい魅力的だよね。へーへーって言われてもね困っちゃうんですけど。さて、そんな感じで、先般、このアルバムに先行して、ノスタルジアの、はい、プロモーションビデオを撮ってきたんですけれど、大変でしたね。雨でしたね。雨でしたね。降りましたね。見事に一日雨でした ね。ずっと降ってましたね。はい。その日はね、今日も皆さん楽しんでいただいてるかもしれないと思うんですけれど、炎の扉のプロモーションビデオを撮った後にノスタルジアを撮ったんだけど、集合時間がね早かったよね、はい、早かったですね。っていうかもうあれ朝っていうか夜でしたね僕らの場合はね、はい、仕事延長戦のままだったりするんだけど、ね、朝の3時45分、はい、ビクターの前に集合して、まだ暗い中、うん、なんかメイキング見ていただければね、分かると思いますが、はい、そう、それで暗い中車で、うん、っていうかバスで、ロケバスで行って、はい、撮って、それからその時はねまだ雨が小降りだったんだけれど、うんうん、炎の時はまだ良かったんだけど、まだ良かったですね、ま、ピアノがあったので、炎良、うん、かったですね、あれがずぶ濡れにならないで良かったなって、うん、でもその後ね、はい、湖に移って、ノスタルジアの時はすごかったですね、ずぶ濡れでしたね、うん、ずぶ濡れでした、もうあの出来上がりを見たらそのずぶ濡れさがなくて、うん、ちょっと感動しましたけど、今ね技術的に雨とか消せるんだよね、すごいですね、嘘嘘冗談だよねすごくね、はい、優香ちゃんは真面目な方だから、はい、本当です、全部信じます、うん、はい、でもね、あの雨の中よく頑張ったよね、うん、やっぱり優香ちゃんずっと歌うシーンがすごく長くて、撮影中ずっと濡れてたからすごく心配したんだけど、さすが若さで風邪一つひかず、私が風邪ひいてどうするって感じ。そうだよ、梶原さん風邪ひいたんだよね、思いっきり引きました、はい、次何にもしてなくて見てただけなんですけど、そうだよね、はい、その後のレコーディングをしちゃって大変だったもんねすいません、そんな歴史もありますね、はい、でも懐かしいよ、あれ1ヶ月ぐらい前、あ、もうそなりますね、もうそんな感じですね、10月末、はい、10月の後半だったので、うんうん、でもまあね、冬に撮らなくてよかったっていうのもあるけれど、そうですね、うんうん、それでも雨は雨でね、今日多分このトークの前で、すでにプロモーションビデオをね見ていただいてると思うんですけれど、よくできたよね、すごく良かった、あのね雨の効果っていうかの、うん